おはようございます。今日は2020年の10月の3日日曜日、時刻ただいま5時30分です。東海道の第19番目、駿府の中にあります府中宿から今日はスタート。今日の行程を皆さんにお知らせしますが、私も正直わかりません。一応行けたら豊橋まで行きたいと思ってはいますが、行けないんじゃないかと思います。実際は浜松までになるかと思います。これから先の宿場府中を出ますと、真理子、岡部、藤枝、島田、金谷、日坂、掛川、袋井、三助、浜松、舞坂、新井、白須賀、二川、吉田ということになっておりまして、今日の目的地はとりあえず東海道第34番の、吉田と考えておりますが、ここから宿場15個分全行程約100キロ行かなければいけませんので、まあ、無理でしょう。正直私も行けるとは思ってないですが、まあ、問題ありません。明日はですね、宮宿、名古屋までということになっておりまして、まあ、この2日間で、名古屋まで移動できれば問題はないので、日程にはかなり余裕を持たせているつもりです。でさらに何だったらそこから先、次は四日市宿ということになっていまして、四日市までもかなりゆとりがありますので、まあ実際のところはなんとかなんじゃないかと思うんですけどね。せっかく着いた大都市も朝の6時に去ってしまいます。今日は一応4時台に起きたんですけどね、でも準備とかしてると出発に時間かかっちゃうんだよな。このロスをもう少し解消したいところですが、今回のルートは一応事前に Google マップで全部調べてあるんですけど、やっぱり宿場の中に入ると元々の街並みが折れ曲がって作られているものだから、多分昨日も散々説明した防衛のためだと思いますけれど、だからね、どこが東海道なのか分かんなくなっちゃうんじゃないかなと思って、まあ、ヒヤヒヤしながらだったんですが、実際に蓋を開けてやってきてみると、あ、ここが旧東海道なのか、全部ね、分かるように、まあ、昔の街並みっぽくうまく整備されています。まあ多分やっぱり旧東海道を大切にしようってそれぞれの街の気遣いがあるんでしょうね。街外れまで来ますと旧宿場の雰囲気やっぱり出てきますね。さあ次はおよそ1里半でトロロの名所ですがね、確かそうだった、マリコです。私はトロロはあんま好きじゃないんですけど、安倍川餅屋が増えてきましたね。宿場を出たばっかりですけれど、いよいよ目の前に安倍川の流れがあります。まだ朝食をとっていませんでしたが、朝はこの安倍川包みで食べます。さっきね、松屋に行って牛飯を買ってきました。ああ、280円。本当なら駿府城公園とかで食べりゃいいんでしょうけど、もうなるべく今日はペースを上げたい。東海道から外れるってことをすると、それだけロスになりますからね。洋風の犬を連れたおばあさんが、あらあら、おはよう、あなたどこまで行くの？え、私は大阪です。あら、まあ大阪それは大変ね。さすが古い人はね、もうなんか度胸が座ってるとか、こんな格好したやつが自転車で大阪行くとかとんでもないことを言い始めても、河原に座ってても全然物おじしないからな。さすがだ、ああいう人になりたいですね。冷やしといたんでまだ食べられるはずです。まあ氷しっかり使いましたからね。しらす丼。お、静岡駅に入る新幹線だ。速度を落としてるから、まあ停車する小玉号かなんかでしょうけど、もうそんな時間かと思って時計を見たら確かにそんな時間でした。6時40分。ですから当然速やかに渡らなければならないこの橋は安倍川橋です。この立派なトラス橋、大正12年に架けられたそうです。昨日の多分藤川橋と同じ頃なんじゃないですかね。橋の上、立派な装飾がついていますよ。この安倍川ですが、江戸時代はやはり橋はかかっていませんでした。そこでじゃあどうやっていたかというと、この安倍川の特徴として、川が大変浅いと、だから歩いてね、そんなに苦労せずに渡ってしまうことができたそうです。だからみんな基本的に、ここは徒歩渡しということになっていました。で明治の時代になってからはここに渡し船が通るということになりました。まあ、渡し船もでもこうやって見る限りいらないんじゃないかと思いますけどね。ここには水などほとんどありません。私が見る限り一番深いのがここです。澄んだ青い水、とても美しいですね。静岡県内全般的に富士山の影響だと思いますが、どの川もね、とても美しい色をしています。まあ、綺麗ですけども、大抵の場所はね、もうこのぐらいの浅さ、まあ、ここはちょっと深いのかな、腰ぐらいまでもしかしたら使っちゃうかもしれませんが、もっとああいう浅そうなところを狙っていけば、頑張ればマウンテンバイクみたいなやつでも渡れてしまうかもしれません。それぐらいの浅さです。ですから、まあ、いつでもここにやはり渡し船があったというわけでもなくて、明治の時代になってもね、渡し船がいらないという時期がありました。もしくは通行できないという時期がありました。
そこで渡し船が通ることができないほど水が少ない時期のために、ここに簡単な木の橋を明治時代にかけておいたんですけども、ただまあそれもそんなに大したものではなく、このように立派な橋ができたのは大正時代になってからのことだそうです。安倍川からは富士山をまた大きく見ることができますが、今日は残念ながらやはり見えないですね、この雲ですから。向こう伊豆半島、そろそろあれも見えなくなるかな。この先東海道新幹線は大きく左にカーブをして、そしてこの方向に富士山を見ることができるようになります。これが左富士です。東海道はここから右へカーブしていきますので、左富士になることはありません。さあ駿府はもう後ろに過ぎ去りました。看板が出てますけど、藤枝まで4里で浜松まで74キロですから、一体何キロになるの。無慈悲な残酷な看板ですよね。74キロ。マリコが宿場町だからか、それ関係あるのか分かんないですけど、こんな大きなに静岡鉄道系のバスの営業所がありました。マリコ営業所と書いてあります。着きました。ここが江戸見附か。町の中心とはちょっとずれてるみたいですね。この木の間を通り抜けまして、東海道第20番目の宿場マリコに到着です。私の知る限りだと、確かマリコ宿はそんなに大きな宿場ではなかったはずです。道の雰囲気、昔はよく留めてるな。この先東海道は険しい山道を越えていく宇都宮峠というところに入ります。その宇都宮の手前に宿場を設けておいて、やはり峠越えに備えるということをしていたんでしょう。もしくはこれからは山道だから、もう今日はここまでだな、そういった人たちが泊まっていたはずです。そして多分これだと思うんですが、ここにあるこのお店がマリコの名物とろろ汁を売っているところ。まだ朝の7時何分だろう、多分7時20分とかじゃないですか。7時13分、確かにそうだ、名物とろろ汁って書いてあります。間違いないですけども、まあ、やってなかったのは私にとってはラッキーだな。やってるとなんか食べなきゃいけないような気がするからね。私とろろだけはだけっていうか、まあ他にもあんま好きじゃないもありますけど、あんま好きじゃなくて食べられますけどね。ただ食べて美味しさを感じることはないので、なんか相当美味しいらしいですよ。好きな人ぜひ行かれてください。でも確かにかなり小さい宿場でしたね。どうも東海道中で一番小さな宿場だったようですが、この橋を渡ればマリコ宿は終わりです。次はまた1里ちょっとで岡部宿。岡部っていうのがどういうところか私はよくは知りませんが、その間に宇都宮峠があります。橋を渡りまして右手、彼岸花のたくさん咲いているところ、あそこが元の考察場だったようです。マリコの宿入るときはここをこうしてくださいね。あそこの脇に太平洋自転車道って書いてあるな。あれ乗れば多分すごく早く行けるんだと思うんですけど、まあ、あくまで旧東海道で。さてそれではこれより、まあ、それほど厳しくはないんじゃないかな、宇都宮峠に入ります。宇都宮峠については鉄道唱歌の中でも、歌詞があるんですけども、寸州一の大都会、静岡入れて安倍川を渡ればここぞ宇都宮の山切り抜きしほらの道というふうに言ってるんですが、これ歌詞があるんですけども、僕の知ってる限りね、これ嘘だと思うんですよね。鉄道省か、まあ、つまり東海道本線のことを言ってるわけですが、ここはね東海道本線が通っていません。もっと海側を通っていまして全然違うところです。それでさあ静岡出て今から宇都宮ところ通るぞ、違うと思うんだよな。茶畑ですね。ついに出ました最初の1軒目。さっきのマリコ宿の中でもすでにお茶屋さんがいっぱい並んでたんですけど、喫茶店じゃなくて茶を売ってる店があったんですが、これから先今日はたくさん見ることになるでしょう。ついにここへ来て静岡市を抜けることになりました。また静岡市になるってことはなく、もうこれから先は藤枝ということでいいんですかね。この宇都宮峠は今では自動車が速やかに通過していきますが、多分箱根以上に人々の通行のスタイルを何度も何度も変えてきたところだったんじゃないですかね。もともと平安時代かそれよりも昔からここには人の往来があったようです。それがどういうふうに改められてきたかたどりながら宇都宮峠の旅を楽しむことにします。
左手の大きなトンネル、昭和30年代に作られました国道1号線のバイパストンネルで、今ではこちらが本ルート、そしてこちらが1号線の上り線、これは平成の時代になってここのトンネルの容量をさらに拡大し、そして片側2車線走行ができるようにするために作られたものです。昭和、平成、戦後のですね、大きなこの峠の変化をまずはここで感じます。ここにですね、道の駅がありまして、私もこれを買いました。最近気になってたんですけど、多分まずいやつだと思うんですよ。飲めばわかる。これも絶対絶対 100% まずいですよ。うわ、予想以上のまずさだ。あ、でも後味は意外といいかな。人工甘味料をたっぷり含有してますね。さあ、それでは向かいます宇都宮峠、トンネルを左手に昔の東海道へ。大昔は多分ね、こっちが国道1号線だったはずですよ。今日はもうすでになんか疲れ始めてますね。さすがに昨日の行程がきつかったのかな。膝にくるんですよ。で、上り坂になるとちょっとね、痛いというような気もしなくはない。これは本当にこの宇都宮峠の越え方を考えないと、こっから先で大変なことになりかねないからな。昨日ちょっとスピード重視でね、初日はかなり温存運転だったんですけど、かなり昨日足を使いましたんで、今日はギアを低めにしてゆっくりゆっくり登っていきましょう。膝が壊れてしまってはどうしようもないからね。おお、素敵な集落じゃないですか。神武天皇即位2600年の記念碑が入り口にありましたけど、昭和10年に作ったやつですね。水もいいな。宿場にも大いに期待が持てますけど、多分愛の宿だと思うんですが、この川もまた澄んだせせらぎ、青い水の中に川魚がたくさん泳いでいるのが見えます。見えるかな、この辺ですよ。宇都宮は雰囲気はとても素晴らしいところだと聞いていましたが、あ、本当に素晴らしいね。今までで一番かも。景色は素晴らしいですが、しかしそこには急な上り坂があります。おはようございます。今挨拶をしたお宅にはね、豊臣秀吉が置いていった陣羽織が残されていて、家宝として受け継がれているみたいですよ。この宇都宮峠を大きく変えたのは豊臣秀吉でした。高温登ってきて、こっちに行くかこっちに行くかなんですけど、こっちの方が風情はあるが、ここぐるっと迂回すればすぐに反対行けみたいなこと。これはこっちだな。お蕎麦屋や茶屋もありますけれど、まだ朝早いですからね。だいたい10時から3時4時ぐらいまでやってるようですが、よし、今もう7時55分。朝の早い時間なら観光客もいません。やっぱこういう歩きとか自転車の旅行はね、早起きが大事ですよ。本当は早く寝たいんですけどね。でも毎日6時間7時間ぐらいはだいたい寝てますんで、そんなどうしようもないことにもならない。あれ、あ、ここでまた二手に分かれるのか、どっちへ行けばいいのか。ちょっとだけここは観光気分で来ておりますんで、まずは旧東海道へ進みましょう。でもいつか限界が来るんじゃないかと思います。国指定史跡東海道宇都宮峠越え、立派な看板がかかっていて、舗装路としては今までで一番悪いですかね。あ、これ旧東海道、なんちゅうことはない感じでしたけど、旧東海道ってこんなに楽な道だったのかな。とりあえずもうしばらく進んでみましょう。あそこにね、宇都宮峠の数ある観光名所の中の一つがありますよ。宇都宮隧道と書かれているこのトンネルは大正時代に建設が始まって、できたのが昭和の初頭だそうです。この辺りを通る国道1号線をなんとかしなきゃいかんということで、何度も何度も改良が加えられました。このまま上を見上げると
立派な竹やぶがありますよ。その下にこのトンネルはあります。これで宇都宮峠を越えにかかるということになっています。自動車の時代に適応した高規格のトンネル、大型車のすれ違いもできるとウィキペディアには書いてありましたね。この旅で初めて通るまともなトンネルではないですか。なんか不思議な空間だな。大正時代の設計ですからトンネル断面もなんか変に湾曲してますしね。レンガ造りだとこういうアーチを描いた方が頑丈になるんですけども、そういうこと関係してるのかな。反対側はこのようになっていて、上のプレートには昭和5年12月竣工と書いてあります。大正のトンネルって言うけど、まあ実際には昭和のトンネルぐらいなんじゃないかな。大正昭和のトンネルですね。これをもう一度くぐり元来た道へ戻ります。なんでせっかく峠を越えたのに戻るのか。もう一つこの宇都宮峠には見るべきトンネルがあるのです。ここに静岡市と上に看板が出ているから、多分この峠でこここそが本当の静岡市と藤枝市の境界なんでしょうね。さっきはあの長い自動車用の立派なトンネル、あれで山をぶち抜いていたから簡単に藤枝市の方へ行けてしまっていたようだけど、そしてまたさっきのところへ戻ってきましたが、なんかおかしい、昭和の時代に作った山小屋を楽にするためのところが旧東海道なわけないだろうと思ったら、旧東海道はこっちでした。これは無理だわ、行けるわけがない。箱根みたいなもんですよね。全部ここを自分の足で踏みしめようと思ったら、反対側に自転車を置いてそれでここを歩いて越えるってことはまあできるでしょうけど、ちょっと現実的じゃなさそうだなこりゃ。おーおお、嘉永5年8月って書いてある。江戸時代からのものも普通に残っています。ここからは竹やぶの道になるんですね。箱根とは違って、まあ、左はやはり杉の道ですけれど、右は竹で、ここはここでこれ特有の趣があり素晴らしいですね。宇都宮峠の改良の歴史は本当に細かく細かく刻まれていまして、さっきから看板でお気づきの方もいるかもしれませんが、ここにもまた出てますね。明治のトンネルと書かれています。大正のトンネルと明治のトンネル、昭和戦後のトンネルと、さらに平成のトンネルとあり、古くは平安時代から使われていた道とか、豊臣秀吉が開業した道、この辺りには本当に様々な道が通っているのです。ちなみにさっき私がちょっと歩いていったあの道ですが、あれは豊臣秀吉が小田原攻めの時にもともとここにあった宇都宮宿の、まあ、この蔦の細道というのがあるんですけども、ここを通していくのではちょっとさすがに道が悪いということで、新しく作った道でして、あれも改良されたルートなんですね。豊臣秀吉の作った道では明治の時代通行がかなり増えてきた東海道を支えきれないだろうということで、新しく明治の初頭にはこのような立派なレンガのトンネルが築かれることになりました。こここそ宇都宮峠の一番の見どころ、明治のトンネルです。作られたのは明治37年だと書いてありました。ただもともと開通したのは明治初頭です。トンネルの中でどうも火災事故があったようで、それで一回崩落して豊臣秀吉のルートに戻らざるを得ないという時代があったようです。もう一度作り変えまして、現在もこのように立派に使うことができます。ただ自動車はここを通ることがかなり難しいでしょうね。通れなくはないと思いますが、そして自動車の時代になるとこれでは時代遅れとなったので、新しく大正のトンネルを作ったわけです。トンネルを通っている中で上りと下りが変わりました。これから先藤枝、そして八重洲方面までしばらくの間下り坂が手に入りました。
朝の早くから宇都宮峠は多くの観光客を迎え入れています。そしてトンネルを抜けた先、ここからが特に鉄道唱歌の歌なんかにも結構出てきそうな感じ。山切り抜きし、ホラの道、まあこんな感じかな。立派な切り通しです。のみみたいなやつで手作業で削ったんでしょうね。なんかそんな感じの跡に見えますけど、壁にも崩れないように石垣が、これは明治のものだと思いますが、立派なところですが、落ち葉で滑らないように気をつけないといけませんね。そして旧東海道はこちら側です。行けるのかな、まっすぐ行くと明治時代の東海道だそうですけど、行けるならば旧道から行ってみようかなと思うんですけど、とても行けるようには見えないが、コンクリートで舗装されているということは通れなくはないはずです。旧東海道に合流し、うわぁ、合流したとは言ってもやはりこんな道か。自転車で行くのはためらわれるな。途中で階段が出てくるかもしれませんからね、と思ったけど、まあ行ってみよう。最悪出てきてもなんとかなるわ。ただもう最大限に注意して、自転車にまたがってはいますけれど、地に足をつけた状態で降りていきます。石につまずいて転んじゃいそうですからね。本当に大丈夫かな、なんかやっぱり不安になってきた。もう降りちゃいましたけど、よし、無事安全に下りきりました。もう結局ね、最初はまたいで降りてたんですけど、だんだん坂が急になってて、これはダメだと思って押して歩きましたが、その方がよほど楽でした。そしてまた東海道を逆に進んでいますが、こちらは何だったのかというと、豊臣秀吉がここをですね、今の道を作る前、旧東海道がまだできる前の下の細道をちょっと見てから向かいたいと思います。こっちの方がよほど観光地としては盛んなようで、旧東海道が一番進むのが厳しかったのかもしれないな。でもそれは蔦の細道の手前までだと思うんですよね。実際の道に到着するとかなり険しい、比較にならないほどの困難な道なのではないかと思います。おお、素晴らしいところだ。もし軽自動車みたいなのが来たらすぐどかせるように自転車からは離れないことにしますけれど、こういう小川渓流かな、それを抜けて、これが蔦の細道ですか。伊勢物語も出たとか書いてありますけど、私伊勢物語よく知らないので。昭和29年のやつなんですね、これね。いいところじゃないですか。へえ、歩きだったらば、ぜひとも越えてみたい峠です。ビデオカメラでも撮っておこう。一応プロなんでね、そんな言うほどちゃんとしてないですけど、いい映像を撮るためにいくつかのカメラを持ち歩くってこと、やっぱり必要だなと思いますよ。へえ、素敵なところじゃないですか。ここからの戻りは再徐行が必要ですね。まあ今はいいけど、落ち葉が濡れているところは危険ですよ。坂道を下っていったら文化庁の看板が立っていて、これは貴重な登録有形文化財です。書いてある。
登録有形文化財ってこれがあって、これよく調べたらですね、あの明治40年代に作られた、これも相当古いものだそうです。ここであの鉄砲水が何度も何度も起こって、で特に明治40年の時のものがすごくひどかったようでして、町がもう瓦礫だらけになってしまった。でそしてここをじゃあしっかりとした治水工事をしようということで、こういうのを設けたんだそうですが、当時最新の技術を、お雇い外国人の技術をもらって、そしてここに作り上げたといいます。じゃあトイレにも寄りまして、引き続き旧東海道を下り岡部へ向けて出発です。鉄道紹介全然関係ない宇都宮峠のこと、なんでこんな関係ない場所のこと書くんだろうなって思ったんですけど、なるほどね、これだけいろいろあって素晴らしいところだったら、多少離れていても歌の中に入れ込みたくなる気持ちもわかります。さあ順調に下ってきました。この小さな川に架かる橋を渡りますと岡部です。東海道第20番目の宿場町です。さて、私全然岡部宿についての知識はないんですけども、この左側に柏屋というなんか古そうな建物があってですね、これは何なんでしょうね。あ、登録有形文化財だって。さあ出発。これ本陣か、本陣の隣にあったのがあの柏屋、柏屋じゃなくて柏屋らしいんですけど、相当立派だったんでしょうね。ちなみに私マリコのことを忘れて、さっき東海道の20番目が岡部だと言いましたが、ここは21番目でした。気づけばもう宿場を21個も過ぎたのか。右手に松並木、岡部宿はさっき見た限り結構長い宿場だったようですが、おそらくもう清水家のあたりは過ぎているでしょう。次の宿場第22番目藤枝宿です。どうも住所の表記が本町となりましたので、藤枝宿の中に入ったようです。東海道第22番目藤枝に到着です。
ここが多分江戸型の見つけでしょうね。立派な灯籠がありますよ。ほら、かなりしっかりとした形で残っていますし、大きいですね。町内安全と書いてあります。その見つけがあったすぐのところに今でも交番があって、町内安全、ここで町の安全を守りますと、そういう場所はですね変わっていません。これはなかなかすごいことだと思いますが、交番は要するに怪しい奴がいないかを見張るためのまさに見つけの場所でありますから、そこでね交番の動画なんかを撮ってると中のおまわりさんたちが見るんですよね。あの人何やってんのかなって。3人おられたんでね、3人私の方を見てました。まあ全然それは構わないんですけど、仕事だからね。あんまり長々と撮ってるとおまわりさんがきっとやってきて私に話しかけて、何をされてるんですか、話が長くなりますし、おまわりさんも余計な仕事が増えます。まあ、私は怪しいやつかもしれませんけれど、別に悪いやつではないと思いますので、怪しいやつに見えないようになるべく過ごすということもおまわりさんに対する配慮だと思いますかね。藤枝の町はなんか道が一本道ですね。だいたいまた折れ曲がってるパターンかなと思いましたが、防衛の点でどうだったのか分かりませんが、少なくとも通る分には便利です。よし、藤枝地区の終わり入り口はいまいちどこだかよく分からない、それらしいところ何か所かあったんですが、まあ、ともかくもうこの橋のところまで来れば間違いないでしょう。次は東海道第23番目になるのかな。次は島田です。疲れた疲れた、今日は疲れたな。6号駅にベンチがあるんで、ここでちょっと休憩しよう。綺麗なのかな、まあ、ともかく駅利用者でもないのに使わせてもらうんだから文句は言えない。いや疲れた、ちゃんと飲み物飲んでないなと思ってね。そういえばこれ買いました、こういうやつ。味は悪くないですけど、普通に飲むヨーグルトと甘酒飲んだ方がいい思い出にはなりそうですね。初めてですね、ついに東京から200キロ来まして、疲れたので休憩ということになりました。これまでは疲れ知らずだったんですけど、ここから先はきついぞ多分。こういうのも食べてね。江戸時代はこれがうなぎだったのかもしれないですけど、この辺り旧東海道は別にまっすぐではないですが、東海道本線は相当まっすぐに線路が敷かれているそうで、あれここじゃなかったか、私の休んでる方だったかな。あ、あったあった、これだこれだ。ここはですね、当時1960年において当時の日本で狂気の最高速度、普通の在来線での最高速度175キロを達成したということで、ね、JR 東海の記念碑がここに立っています。なんか元々は上の架線の状態をチェックするための電車らしいんですけどね、こんなやつで175キロ出したらしい。まあ、他にも特急こだま号に使われた151系という古い電車、それもねここで163キロを出すなど、まあ、要するに地形としては恵まれているところです。にもかかわらずこんなに疲れるんだから大変なことですよこれは。青春18切符で西行きの旅行をするとね、東海道線がもう全部ロングシートだから横向きの座席しかついてなくて、景色も見づらいし、他の人とぴったり一緒になって座んなきゃいけなくて辛いという話をよく聞きますけども、人に翼の汽車の恩ですよ。もうあれの座ってるだけでいいなんて、なんと楽な移動方法だ。今日はもう吉田宿なんてそんな無茶はしないで浜松で終わりにしますわ。東海道を離れまして少し寄り道、その距離わずか500メートルです。あ、
い、着きました。ここが島田の名所、蓬莱橋です。立派な長い橋ですが、これは世界で一番大きい人が渡ることができる木造の橋ということになっています。お客さんいっぱい来てますね。めちゃめちゃ密になっているように見えますけど、まあ、いっぱいいるのはそうなんでしょうが、それよりもこの橋が全長で890メートル、それぐらいあるとんでもない長いものだからです。だから遠くの方にいる人ほど圧縮されて見えるんですね。この橋のすごいのはその古さで、明治時代に架けられてからずっとここに存在しているのです。大抵の橋は、まあ、架けても大体流れてしまって、大正の時代に鉄橋が開通できました、そんなことを言うんですけども、明治の時代に架けたもの、しかもかなり明治の初期のものが今でも100円払うだけで渡ることができるようになっています。これなんでもともと架けたのかと言いますと、東海道の島田宿とそれから向かい側の牧之原との間、この交通を盛んにする必要がある、盛んとか便利にする必要があるから作ったんですが、誰が作ったのか、これは徳川家の旧家臣たちだったそうです。現在静岡県のこの辺りの名物はお茶ということになっていますが、なぜこの辺りでお茶の栽培が盛んなのかというと、まあ、これだけが理由ではないと思いますけれども、江戸時代もともと将軍家であった徳川家がその将軍家の座から降りることになって、旧家臣たちはじゃあどうしたか、徳川将軍家のもともとの出身の地であったこの静岡にて何らかの仕事をするということになりました。そして、まあ、そこでもともとやっていた、じゃあお茶作りをやろうと言ってですね、向こうの牧之原大地のところ、ちょうどここからも見えますね、この辺りに一面のお茶畑を作ったわけです。それを見た慶喜の跡継ぎ、もし将軍になっていれば16代目だった徳川家里が、あ、皆さんもう幕臣ではなくなりましたけれど、こんなところで立派な仕事をされてるんですね、お疲れ様でございます、皆さんのお作りになった牧之原の大地はまるで宝の山のようですよと言って、この橋の名前を蓬莱橋としたそうです。蓬莱ってのはなんか宝、お宝がいっぱいあるすごく恵まれた土地みたいなのを指すらしいんですけど、そこで取れたお茶がこちら、多分そうだと思うんですよね。この大井川を渡った向こうからはいよいよお茶の栽培が盛んになるところです。まあ、ただ大井川めちゃくちゃ蛇行しておりまして、こっちではなくて私はこっち見進みますと大井川が、まあ、これからですねこういう風に蛇行してくるので、まあ、別の渡り方をするわけですけどね。僕歴史の勉強とかするの好きですけど、なんで歴史が面白いかって言ったらね、なんで今こういう風になっているのかっていう理由がはっきりと分かるからですね。あ、これ手前のところ線路1本廃線になったんだな、そういう作りをしてるわ。もうそろそろ行くと左手に東海道本線の島田駅です。なんで静岡県はお茶の生産日本一なんですか、静岡産のお茶は多いんですかって言ったら、徳川家の仕えていた人たちが明治になってやることなくなったんで、そこで仕事いっぱいしてそれで生産量が増えたんですよと、そういうふうに答えれば完璧ですよね。そしてすぐに旧東海道に入ってまっすぐ進めば、もうおそらくこの辺りから東海道第23番目島田宿に入る頃じゃないですか。島田は随分私が思っていた以上に賑わっているところですね。東海道本線に乗っていると、なんだこの列車島田駅かよって、静岡で降りて、で静岡で降りると静岡始発の列車に乗り換えが効くとか、もしくは興津始発の列車に乗ってそのまま乗り継いでいくということになるんですが、まあ、よく見かけるですね、東海道線の電車の行き先でもあります島田。お菓子屋さんが多いですね、なんか私の印象ですが、そんなことないのかな、なんかここは名物なんとか売ってますみたいな、そういう感じの店が多い。多分江戸時代もかなり賑わったところなんじゃないですかね。有名な言葉ですけども、箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川と言いまして、この島田を出るとついに大井川を渡ってまださらに進むわけですが、大井川がですね川止めなんて言いまして歩いて渡るんですけれども、水が多い時になると何日も渡れないということもあったので、その手前の島田宿にはもうずっと何日も泊まらざるを得ないという状況が発生したりして、それ結構ね儲かるんじゃないのかなという気がしますが、お菓子屋さんが多いのはあれか、もしかしてお茶が美味しいからみんなお菓子食べたくなるっていう、そういう理屈なのかな。
考えてみれば私もさっきからあのお茶結構ね渋かったんで、まあ美味しいんですけど、なんかお菓子食べたくなってきたな。もうないですからね。だから次のお菓子屋で何か買ってこうかなと思ったんですけども、なんとちょうどここが島田宿の西側の見つけだったようでした。残念だな、もう島田宿は終わっちゃったのか。ただ通り抜けただけでしたね。まあこの先にもまだ何かあるかもしれません。なぜここで立ち止まったのかと言いますと、大井神社という大きな神社がありまして、交通安全を祈りますと書いてあるんですが、あのね、東海道沿道はもう交通安全の神社がとにかく多いような気がします。それはもちろんね、これから先腰か胸か肩までか水に浸かりながら川を渡っていくっていうんですから、交通安全を祈りたくなるのも分かります。右側自転車や、しかし私の自転車は割と調子がいいです。お菓子買いたいな。まあいっか、渡った先の金谷とかにもいろいろあるでしょう。多分次はね、東海道第24番ですか、金谷宿だったと思います。さて、もうそろそろ大井川です。脇に水が流れていて、右手に島田市博物館、いい雰囲気のところじゃないですか。大井川の手前のところは宿場町ではないんですけれども、しかし宿場町のような感じでいろいろとですね、こう十番宿とか書いてあるのご自由にご覧ください。お家が並んでいて、川を越えることができない時とか、ここでタイミングを伺うために待っていたんでしょうね。またいいところがありますね。札場って書いてあります。ここはね、これからまた詳しくお話ししますが、大井川で働いていた人たちが給料をもらっていたところです。すいません、あの札をこんぐらいお持ちしました、これいただけますかって渡すと、はい、いいですよ、はいはい、そろばんパチパチパチ、はい、いくらいくら、間違いないね、はい、大丈夫です、確かにお受け取りしますということをやる場所だったと。まあ何をしてたのか、給料は何なのかっていうか話も、ね、しないといけないんですけども、その仕事の内容はですね、大井川を渡っていきたい人たちの旅人の手助けをすることでした。この素敵な川越の手前の遺跡、これですね、松の奥のところにですね、ずっと丘になっていますが、これ堤防土手でして、向こうにもね、また向こうの方に行くと残ってる部分があるらしいんですが、あの丘は何だったのかと言いますと、昔は横一列ピシッと土手になっていたそうでして、まあ、現在ではね、この内側にもっと立派なやつがあるから、外側のやつはもう使ってないんだろうと思いますが、要するに大井川の氾濫に備えて江戸時代に作られたこの辺りを守るための堤防だったということです。ここにこんないいものがありました。私の前に撮ってた方は靴を脱いで上がられてたから、私もそうすか。大井川を越えるときはいくつか渡る方法がありまして、これが一番高級な渡り方です。川の上をですね、ここの下が水面ですね。自分で渡るとなるとここまで水に浸かることになりますので、位の高い人がですね、結構なお金を払ってこれで担ぎ上げてもらうと。でも居心地悪いんじゃないですか、こんな4人に、ね、こう担がれて、こんな状態にいられながら行くんじゃないかと思いますけど、まあこの人たちもプロですから、あの金に見合った安定性を川の中であってもちゃんと用意できるのかもしれません。これが一番高級な渡り方で、一番安いのは自分であの服を全部脱いでですね、頭の上に着物を抱えた状態で行くという方法と、それから他に、真ん中の歩きしてですね、ここへ1人頼んで、まあ、1人にやってもらうわけです。で、肩車をしてもらうというのもありました。肩車してもらって、自分でその上にこうやって乗っかっていく、まあ、それも楽なんですけども、川を渡っているその最中に、まあ、このど真ん中のところで降ろされたくなかったら倍の値段払えと言われて脅されてですね、それで倍の金を払わないといけないと、そういう脅しなんかもあったそうです。僕だったら、ああじゃあいいですよ、半分運んでいただいてありがとうございましたって言って、それは半分取られてるかな、沈められるかもしれないしね。肝心の大井川はまだ見ていませんでしたけれども、いよいよその土手に到着しました。大井川を渡る東海道本線313系です。あとは211系か6両編成、向こうに大井川の橋があって、明治時代ぐらいに架けられたものと昭和の時代に架けられたものと、確か2種類あったんじゃなかったかな、見た目には分かんないですけどね。こちらは前方大井川、今は随分川の水が少なくなりました。途中発電所があって、ダムの方にですね、水を取ったりとか、まあ、いろいろやったし、そもそも、水の流れる量も昔ほどではないのだそうです。だから今ではこんな砂利ばかりになっていますが、昔は肩まで水の浸かる
水の多いところ、もちろん橋はかかっておらず、また渡し船もなかったそうです。大井川を歩いて渡る動画とかね、作ろうかと思ったんですけど、この動画とは関係なくね。でもやっぱやる意味がないなと思ってやめました。昔のように肩まで水が浸かる川ではなくなってしまったから、渡りきれたとしてもあまり見た目の面白みがないでしょうし、またやはり昔のそういった川を越えていくという行為は当たり前ですけれど命がけのものだったからです。仮に昔と同じ光景が見られたとしても、それを今やって川流れになったらね、世間様の笑い者ですし、私の人生もそこで終わりだから。昔の旅ってのは本当に危険なものだったんですね。着きました。今の東海道は、これ東海道っていうのか分かんないんですけども、ともかく今の道はこのように立派な橋で大井川を越えることになっています。なお、この橋は昭和3年に作られたようです。昨日紹介した藤川、それからさっき渡った安倍川、あの2つの橋も立派でしたが、あれは大正時代の建築で、こっちはそれよりももう少し遅いんですね。もっとも基本的な作りは特に何も変わってないんじゃないですかね。藤川も安倍川も大井川もこういった立派な橋ができるまでは、大正時代とかそれぐらいの頃までは木の橋でずっとやっていたそうでして、そしてやっぱりしばしば増水、台風などで流されてしまっていたようです。すごいですよね。その橋が流されるのが当たり前っていうのが、昭和初期ぐらいまで東海道でも普通だったってんだから、すごいですよ。しかしこの立派な橋がかかってからは、この橋の横幅が狭いということを除いてはかなり機能しているようですね。立派なトラス橋、東京とかにいると橋ってのはたくさんありまして、立派な橋だなと思いながら見るわけですけれど、やっぱ大井川の橋は長いわ。この辺流れが急ですね。大井川の水はいつ見ても美しい、エメラルドグリーンというやつですよ。こんな大きな川をね、これを肩まで水に浸かりながら昔の人は歩いてたって考えると恐ろしい話ですね。ほんと死んじゃうよ、下手したら。向こう見てください。東海道金谷のお茶畑、斜面一面に連なっています。しかしその広い川幅も一部流れのちょっと急なところがあるはあるようですが、場所によってはそれはもう非常になだらかなものになってしまうし、目立つのはほとんど石です。この水上にリニア中央新幹線のトンネルを掘るという計画があります。本当はもう工事を始めていないと間に合わないのだそうですが、工事は結局今も静岡県が、許可をしないということで始められていないそうです。なんでリニアの新幹線トンネルを掘ることができないのかというと、この大井川の水がさらにそのトンネルを作ることによって減ってしまうかもしれないと、さまざまなことが懸念されているからです。水が減るとこの辺りのお茶の栽培、工業などには大きな影響をきたすそうです。もう本当にこの橋は長いですね。何メートルあるのかなと思ったらね、全体で1052メーターもあるそうです。それはびっくりだ。本当だったらね、向こうの車がいる方を渡りたいところではありますけども、向こう渡った方がトラスの中を抜けられて景色は素晴らしいでしょうが、川を見下ろすような時間はないでしょうね。後ろからやってきた車にブーブークラクション鳴らされますし、私もそんなこと申し訳なくてさすがにできないわ。鉄道商家では、私は間違えた、昔は人を肩に乗せ渡りし、話も夢の後、そんな風に呼ばれていて、実際それはもう明治になって数年で亡くなってしまったらしいんですが、一方でここに道路の橋がかかったのは、ちゃんとしたものは昭和になってからと。すごい話ですよね。それが当たり前なんでしょうけれど、大井川を渡った後、東海道本線は地形に沿って走りますが、この辺りのちょっとした盆地のような光景は遠くからひたすら見通し続けることができまして、電車がどういうところを通るか、彼方から見晴らすのがこの辺りの楽しみでもあります。さっきはね、 EF6 号もいたんですけどね、お茶畑の下を長い編成引き連れて走り抜けていく特急色はかっこよかったんですが、残念ながら私がね、川の水面の美しさに見とれているうちに列車は行ってしまいました。
こういうところをこれから行くわけですよ。もちろん列車だけではなく、私も似たような景色を楽しむことができます。あ、ちなみにさっき の, あのお仕事という話ですけども、まだ具体的には説明しきっていませんでしたが、あの東海道を渡らせるための、まあ、人を運ぶ川越の人足の人たち、その人が多分チケットみたいなのをお客さんから受け取って、それで多分渡ってたんだと思うんですが、そのお客さんから集めたチケットを最後、さっき紹介した給料をもらう場所ですといったところで換金をすることになっていたようです。渡った先、こちらが金屋。お、トイレがあるな。寄っていこう。もうさっきお茶ガブ飲みしてトイレ行きたくなっちゃった。でもね、私熱中症みたいなやつだったのかもしれないですけど、もしかしたら疲れはなんか全部消え去りましたよ。さっきあんなに辛かったのにね、頭がぼーっとしていたのも全て消えて、やっぱ水分補給っていうのは大事だわ。ちなみに大井川に船が渡されなかった理由というのは、この大井川もまた関所として使っていたからだそうです。だから明治になって関所が廃止されると、もうあとは船を通せばいいじゃないかということになって、歩いて渡るなんていう大変なことはしなくても済むようになりました。だから反対側の島田の方も宿場からは離れているけれど、川越の遺跡なんてあんな風に昔の町並み残ってましたが、充実した施設になってたんですね。そろそろ江戸時代の金屋宿、そこに設けられていた江戸川の見つけをもうすでに過ぎたところではないですかね。東海道第24番目金屋宿に到着です。金屋の町の中心部ほど近いところに大井川鉄道の新金屋駅があります。ちょうどここに踏切がありますが、今日は見られるんじゃないかな、もしかしたら。だいぶ中途半端な時間に来てしまいまして、今12時40分ぐらい、あと1時間ぐらい早く来ていれば特によく見えたんですけどね。大井川鉄道の名物は蒸気機関車 SL の列車で、基本的に毎日走っています。今日は機関車トーマスに扮したトーマス号の運転日で、1時間前にちょうどさっき帰ってきたようです。これが金屋宿の中心駅、新金屋駅です。大井川鉄道はもともと蒸気機関車を使って走ることを売りとしていた、そういう目的の鉄道ではなくて、本当は確かダムの建設かなんか、それで、作られたはずですけれど、現在は観光の路線として大いに機能していて、特にトーマスの列車は人気です。あと2時間待てばまた発車するそうですが、2時間はちょっと待てませんね。
の機関車トーマスと大井川鉄道との間に何か関係があるのかというと、まあ、特にありません。同じ蒸気機関車を使っているということが共通しているぐらい で蒸気機関車を使っているからトーマスを再現できるしやってみようと誰が考えたのか知らないけどやってみたところ超大ヒットしてね、あのようにもう人を今日、いや東京からここまでで一番観光客を集めていたんじゃないかな。観光バスが何台も連なる光景なんて久々に見ましたよ。まあ、しかし元を正せば蒸気機関車、東海道の旅をしていて昔江戸時代の人は2週間かけて京都まで行っていたのが列車に乗れば丸1日で着いてしまいました。それはもうすごい信じられないことですよね。2週間が1日ですから、今の東海道本線から東海道新幹線の変化とかもそれとは比べ物にならない進歩ですよね。蒸気機関車ができて旧東海道の旅も廃れ、みんな鉄道で移動するということになったわけですが、しかし今や蒸気機関車も過去の遺物としてあのように観光目的で利用されるのみです。この今私が辿っているものが鉄道によって姿を変えたけれど、その鉄道もまたどんどん姿を変えてきて、もう昔と今では全然比べるまでもないわけですから、ここ最近の変化ってのはいかに大きいか思い知らされますね。さて、それでは金谷宿を出発して次は東海道第6番目だったような気がする。次は日高宿です。日坂は前に私も歩いてったことがありますね。お茶畑がたくさんあったところですが、さあこれから大変ですよ。